なかなかその材料とプロダクトの漆器を両方扱ってるっていうのは全国的に見てもすごい少ないと思うんですけども、まあ、漆の性質とかが分かってそれをまあ商品に活かせるというところがまあ大きな特徴かなというふうに思います。弊社は京都で190年ほど前に漆商として創業しました。漆の材料を職人さんにお納めするのがもともとの仕事で、その後漆以外の塗料とかも販売しておりましたが、50年ほど前からプロダクトの漆器の企画販売というものも行っている漆と漆器の専門店になります。まあ、うちは漆を、まあ、北陸とかが中心に納めていたんですけども、逆にその納めた職人さんの方から京都でもぜひその作った商品を販売してほしいというふうに言われて、で、まあ、店先で漆器の販売を始めたというのが最初だというふうに聞いています。一つはやっぱり材料を扱ってるということで、なかなかその材料とプロダクトの漆器を両方扱ってるっていうのは全国的に見てもすごい少ないと思うんですけども、まあ、そういう意味ではその材料のことから分かってるという、まあ、漆の性質とかが分かってそれをまあ商品に活かせるというところがまあ大きな特徴かなというふうに思います。であとはやっぱり京都という場所にありますので、逆にお客様方のそういうニーズとかにも捉えて、まあ、それに合うような商品を提案して作り出していけるというところが、まあ、弊社の一つの大きな特徴かなというふうに思っています。まあ、漆器というとなかなか最近やっぱり現代の生活の中で使いにくくなってたりとか使われにくくなってるっていうのがあるので、まずはまああのあまり肩意地張らずに、まあ現代の生活の中で一つでも二つでも使っていただきたいというふうなのをまあ心がけている。これだと例えばこう木製の風合いが残っているであるとか、この漆の色合いが分かるであるとか、そういう一つ一つのことを楽しみながらまあ気楽に使っていただけるような、まあ現代の生活の中でも全然そのおかしくないというか溶け込むような、そういうふうな感じで使っていただけたらなというふうに思っています。漆器っていうと結構扱いにくいであるとか、もう今あまり使われないというふうに思われる方も多いと思うんですけども、意外とそんなことなくって、日常の中ですごく使いやすくて、陶器とかガラスとは違う木のぬくもりであるとか、色合いであるとか、そういうまたちょっと違う要素がたくさんあるので、生活の中で一つでも二つでもちょっと試しに使っていただいて、でそれがまた気に入られたらどんどん増やしていくというか、で、まあ、手入れも、まあ、結構難しいと思われている方いらっしゃるんですけども、気軽にさっと洗って拭いてもらうということで全然大丈夫ですので、要は使って、楽しんでもらうというところが一番だと思いますので、ぜひ一つでも二つでもなんかチャレンジしていただけたらいいなというふうに思っています。